今年のフェニックス花火は20年バージョンとして、石川・能登の方々を元気にする花火として、能登半島地震の復興のメロディーとなっているマレソラを使用したミュージック花火を打ち上げ、その後ジュピターを使ったフェニックス花火を打ち上げる計画を進めています。長岡市で毎年8月2日3日に開催される長岡まつり大花火大会。日本一の大河信濃川河川敷の広大なロケーションを生かし、ビッグスケールの花火が次々と打ち上がります。長岡まつり大花火大会は他の花火大会とは違い、特別な思いが込められています。昭和20年8月1日午後10時30分、125機のアメリカ軍爆撃機 B-29 が襲来した長岡空襲。1時間40分に及ぶ空襲で旧市街地の8割が焼失し、現在分かっているだけで1488人もの尊い命が失われました。長岡花火には戦争で亡くなられた方々への慰霊とともに、復興に尽力した先人たちへの感謝、恒久平和への祈りが込められています。長岡花火の中で観覧者の多くが涙を流して感動を口にする花火があります。復興祈願花火フェニックス。全長は2キロに及び、平原綾香さんが歌うジュピターとともに打ち上がるミュージックスターマインです。フェニックスのクライマックスは圧巻。金色の錦カムロの連打から不死鳥が長岡の夜空に羽ばたきます。長岡花火を代表する花火フェニックス、今年で20年を迎えます。フェニックス打ち上げのきっかけは2004年10月23日に発生した中越地震でした。最大震度7を記録したこの地震で、長岡市をはじめとする新潟県中越地方は大きな被害を受けました。地震発生からわずか10ヶ月の2005年8月、中越地震からの復興を願って打ち上げられた花火がフェニックスです。フェニックスという名前は不死鳥の町長岡を表しています。フェニックス打ち上げに動き出したのは被災者である長岡市民。被災地の思いが長岡花火に新たな歴史を刻むこととなりました。NPO 法人ネットワークフェニックス顧問の土田克也さんです。土田さんは2005年フェニックス打ち上げに動き出した一人です。そういう有志が集まって何かできないかなと、長岡の街っていうのは、昔からね、花火の街っていうふうに、そういう意味でも受けた支援への感謝ですとか、我々こう復興に向かって立ち上がっていくよというのろしをですね、全国の人に示したいというところで、花火ということに決まりました。はい、復興へ向かう姿、被災地支援への感謝を全国に伝えたい。しかしフェニックス打ち上げへの道は厳しいものでした。地震で被災したのに一瞬のうちに開いて散って消えていく花火にお金をかけていいのかどうかというところの中で多く反対はされました。一人一人こう回って説得しました。そこが大変苦労したところでしょうかね。募金活動だけのお金で、あげたかったんですけれども、イベントを仕掛けて物を作って売ったりとか、そういったことをしながらお金を集めてきました。
ネットワークフェニックスやボランティアスタッフによって協賛金を募る募金活動は現在も続いています。そのスローガンはみんなであげようフェニックスです。子どもたちが100円、50円、100円という、ね、お小遣いの中から出してくれる、100円出した子どもが僕の花火っていうふうに言えるように、もうみんなの花火だということで、みんなであげようフェニックスと。フェニックス打ち上げに使用されている平原綾香さんが歌うジュピター、地震発生当時、新潟県内のラジオ局にたくさんのリクエストが寄せられ、多くの被災者がこの曲に励まされました。2005年、圧倒的なスケールで観覧車を魅了し、長岡花火に新たな歴史を刻んだフェニックス。普通に泣きましたね、はい。想像を超える花火っていうのは、ああいうふうに涙が流れるほど感動するものなんだなっていうのが初めての経験でした。フェニックスの製造打ち上げを行っているのが県内花火メーカー3社です。当時若手だった3人の花火師、3人は土田さんと苦楽を共にし、19年にわたりフェニックスを打ち上げてきました。ちょっと本当にだから自分たちもやったことがないことだし、ただやっぱりでも任された以上はやっぱり何とかしなきゃいけない。地震とかではないんだけれども、すごいことやったなと。打ち上げ範囲を広げるなど、フェニックスは毎年進化を続けながら観覧車に感動を与えてきました。中越地震から7年後の2011年、未曾有の大災害が発生、東日本大震災です。もともとその被災者であった我々が、復興のためにフェニックス花火を打ち上げようと決めて打ち上げ続けてきたもんですから、今こそ復興に立ち向かう勇気を送ろうということで、こちらからはフェニックスの肩玉を送らせていただいて、本当瓦礫の中で花火大会が行われまして、長岡市民もかなり応援してくださって、今でも復興祈願花火という名前ですけども、これはあくまでも他のですね、災害ですとか戦争ですとか、そういったところの復興あるいは平和、こういったものを祈願して、打ち上げ続けているというところの中で、もう20年ですねを迎えようとしています。はい、去年取材の最後にある質問をしていました。当日までのサプライズになるのか、途中でね発表できるのかというところで、ちょっとお楽しみでしていていただければというふうに思います。何かしらあると思って期待してます。何かしらします。はい。大きな災害がまたしても発生してしまいました。ネットワークフェニックスが今年打ち上げるフェニックスについて何度も協議を重ねていた矢先のことでした。一番最初に出たのは原点回帰、20年前に皆さんが初めてフェニックス花火を見た時の感動を何かして伝えられないかということで、一応そういう企画案は出ました。能登半島地震により協議は振り出しに戻りましたが、フェニックス打ち上げに関わる人たちの思いは一つ、それはフェニックスの根底に流れる復興祈願でした。合計4回、現地の支援、炊き出しの支援をさせていただきまして、現地の方々との交流を重ねていく上で、能登の復興を応援するという意味のフェニックス花火を考えていこうという意見は出ておりました。今年のフェニックス花火は20年バージョンとして、石川・能登の方々を元気にする花火として、能登半島地震の復興のメロディーとなっているマレゾラを使用したミュージック花火を打ち上げ、その後
ジュピターを使ったフェニックス花火を打ち上げる計画を進めています。多くの観客の方々が能登に思いを馳せて、でその能登の人たちに元気を与えられれば素晴らしい花火になるんじゃないかなというような思いで、企画いたしました。マレゾラとは2015年に放送された石川県能登半島を舞台とした NHK 連続テレビ小説マレの主題歌です。2004年、ジュピターが中越地震の被災者を励ましたように、現在マレゾラが能登半島地震の被災者を勇気づけています。マレゾラの使用は花火師からの発案でした。何がいいかなっていうところで、本当に3社模索をした中でいろんな情報を持ち寄って曲を使うことで、よりその被災された皆さんに勇気、元気っていうものを与えられるんじゃないかという、そういう意味では、フェニックスと同じような経緯をたどれるのですごくいいんじゃないかっていうことで提案をさせていただきました。観覧車、長岡市民全員で花火に合わせてといいますかね、マレゾラを大合唱して能登の方に届けて、それに合わせて花火を上げたらとってもいいんじゃないかなということで、マレゾラを採用して花火師さんと一緒に作り始めています。マレゾラを歌うのは長岡少年少女合唱団です。団員全員が20年前の中越地震を経験していません。世界中のあらゆる災いから復興を祈願するフェニックス。フェニックスとともに自分たちの歌声で石川へエールを送ります。フェニックスは綺麗でとっても元気がつく花火で、能登半島地震とか中越地震の死者の方たちとか上から見てると思うので元気に歌いたいと思ってます。普段通りの生活ができない、当たり前が当たり前じゃなくなってしまうっていうことが怖いなというふうに思いました。能登半島地震で被災されて辛い思いをされている方に少しでも勇気をお届けできるように心を込めて歌いました。また今年のフェニックスには新しい試みがもう一つあります。クラウドファンディングにて支援を募ることになりました。20歳以下の子については、中越地震をすでにもう経験していないと、フェニックス花火がどういった費用で打ち上がっているかということも知られていないのが現状です。我々が毎年行っております協賛金募金活動につきましても、
年々その額については目減りをしております。クラウドファンディングの目標金額は5000万円で、リターン品にはネットワークフェニックスが運営するフェニックス観覧席や石川県輪島市の名産品などが用意されています。純粋になる協賛者のご協力によって協賛金を集めてきましたので、なかなかそのクラウドファンディングに対するその、拒絶反応といいますかね、ものを与えてお金をいただくっていうようなものに対して、もうメンバーの中でも相当、賛否がありまして、相当議論を重ねたんですけれども、協賛金を集めることも当然 目的なんですけども、そのクラウドファンディングを通じて多くの方々にそのフェニックス花火のこと、中越地震のこと、20年の節目であること、さまざまなことを知っていただきたいということを目的でクラウドファンディングを実施したということが、あくまでも大前提でございますので、ご理解いただければと思います。中越地震から20年という節目、石川への思い、今年のフェニックスはどんな姿で羽ばたくのでしょうか。大手橋上流が2カ所、2カ所、下流が4カ所と、ね、いうことになるんですけど、これどかどか上がります。上がるよね、はい、最大号数5号にした上で、玉数をその分使ってる、こっちはあくまでもマレゾラで、こっちは、本当のフェニックスでみたいな、じゃなくて今年はこれ一緒で6分30秒のフェニックス、6分40秒のフェニックス、そのままつなげた方が絶対かっこいい、2秒ぐらいスッと 音がなくなって、VTA ってなった方がかっこいい。最終打ち上げタイミングっていうのは俺はすごいっていうイメージしかなくて、すげえ楽しみなんですよ、フェニックス史上2部構成で上げるっていうやり方自体が初めてなわけですね。被災された方々のためにね、本当に元気と勇気を与えられるような内容になっていると確信しているので、本当にそれをしっかりと届けられるように、打ち上げたいと思いますし、ぜひね、たくさんの皆さんに見ていただければと思います。今年のフェニックスは多分今までにない最高に変化する、フェニックス花火だと思ってます。みんなで歌う、マレゾラの、曲に合わせてぜひ能登の方に向けて、応援歌応援ソングを届けていただきたいと思います。また今年さまざまな変化を花火師さんと一緒にですね、工夫して本当にあっと驚くようなところもいろいろご用意しましたし、よく見てないとわからないような細かいところも演出もありますんで、楽しみに待っていていただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。20年前に復興を祈願して生まれた不死鳥、現在世界中のあらゆる災いから復興を願う不死鳥、2024年20年分の思いと石川への思いを乗せて特別な復興祈願花火フェニックスが羽ばたきます。